何々さんは彼氏探してるのみたいな、はい、って言うと、そりゃそうじゃないですか。それはもう聞かないんだ、あえて。あ、聞かないです、ね、むしろ、はい、ある程度これ聞かれるっていうのも絶対必要で、うん、そういう関係になってるってことはイコールモテてるっていう錯覚をするっていうのと、うんうんうんまあ、これはもう10人電話したら10人聞きますね。絶対聞きますね。だってもう前根っこのように話したりとか聞いたりとかってするのが大事です、うんうん、懐に入っていって嫌なところを解決したりとか、うん、会ってからのことをもう先に前倒しでやってるっていう。はい、ということで、こっからはですね、いざ会う前にもう8割方決まると言っていい電話でのどんな話をしてどんな風に直家に持ってこさせるかっていう、もう直家のためのほぼほぼ決まるねためのもう重要なキーポイントとなるんで、また別のフェーズで設けさせてもらったんですけど、実際その電話をするっていうのは、はい、その早い段階でも電話をするってなって、はい、で OK してもらった子だけ生き残るって感じ、生き残す感じで、はい、そうです、はい、それでもうさっきも言ったように電話苦手なんでって言った子も損切り、損切り。じゃあ損切りされなかった子たちは、うん、じゃあ電話しましょうってなって、 LINE に移行してからもう2日後に電話しようとかじゃなくて、なるべくでもその日、そうですね、だよね、はい、早い方がいいと、はい、はいはいはい、そっからじゃあ電話をしましたと、はい、そこからの一番肝心なところをお聞きしたいんですけども、はい、そうですね、電話しますと、はい、最初ファーストコンタクトをどうするかっていうと、ああ、はい、私の場合は、はい、毎回、はじめましてから始まって、はい、で、ちょっと笑いながらっていうんですかね。なんか、はい、何々さんは彼氏探してるのみたいな、はい。って言うと、そりゃそうじゃないですかみたいな笑いで書いてますね。あ、はいはいはい、わざとボケるみたいな。ボケるみたいな。彼氏探すためにマッチングアプリやってんだよって分かった上で。そうそうそう、分かった上で。はいはいはい、でそうすると、はい、まぁ、あ、ちょっと若干砕けますし。あ、砕ける。はい。はい、あ、そうなんだ、うん、ところから男女関係話に行けるんですよね。なるほど、はい、いつか彼氏いないのか、はい、だからそれまでって結構お見合いになりがちで、はいはい、何が趣味なんですかとか、はい、何が食事が好きなんですかっていうのもありますから、はいはい、いきなりそのもう彼氏とか探してるんですかっていう言い方した方が持ってきやすい、ね、なるほど、もうそれって結構後の段階で皆さん持ってきがちじゃないですか、うん、で、なんか最初はどの辺住んでんのとか、そうですね、何歳なのとか、はい、仕事何やってんのみたいなことを聞きがちなんだけど、それはもう聞かないんだ、あえて。あ、聞かないですね。むしろ、はい、ある程度そこはプロフィール載ってるから、はい、具体的なことね、仕事、うん、職業のない、どこどこの会社で働いてますまでは載ってないにしても、うん、年齢なの趣味なのは載ってるんだから、うん、それを見た上で話が進んでるんだから、うん、そこ聞くのは愚問でしょって話になっちゃうもんね。あそこももちろん掘り下げてもいいんですけど、もちろん、うん、もうそこは後回しでいいかな。そうそうそう、はい、要は優先順位としては、うん、後でよくて、もう最初の段階で、もういきなり彼氏探してるんでしょ、うん、っていうことをぶっ込むと。で、そこから、いつから彼氏いないのって話になって、うん、私は1年前ですとか、うん、で3ヶ月前ですみたいな話になって、うんうん、で、その後に、じゃあ、カイトさんはいつからいないんですかって言われるんですよね。ああ、うん、必ず聞かれるよね。はい。これ聞かれるっていうのも絶対必要で、うんうん、で、その時に言うのが、うんうん、彼女は2年間いないって言うんですよ。2年間、はい、これポイント、これポイントですね。その理由、その理由はですね、要はそこの話に続くんですけども、え、そう2年間もいないんですかみたいな反応になるんですよ、大体は、はい、相手の反応が、はい、なんかいそうなのにみたいな、うんうん、っていうのはプロフィール設計とか、うん、ちょっとしたメッセージとかそうだ、ね、やってきてるんで、うんうんうん、そうなんだよねみたいな、うん、でもなんか自分はなんか別れてからまた恋愛したくなるのに長いんだよねみたいな話をするんですよ、はいはいはい、で、いや、そうなんですか、へえーっと なるんで、まあただもう30を過ぎてるし、まあ大人の関係になるっていうことは何度かあるけどねみたいな、はいはいはい、あ、そうなんですかみたいなってなるんですよね、はい、つまり、はい、彼女はいないけど、はい、エッチはしたことは、あ、そうです、何人かはいるよってことを、あ、そうです、アンに伝えてるっていうことですよね、匂わせるっていう、うん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 、で、そこでギャップが生まれるんですよね。あ、今まで清潔感あるし真面目で聞いてきてるのに、うん、あ、いきなしそういう感じ持ってくるんだみたいな、はいはいはい、持ってくるんだっていうか、そういう反応になるんですよね。しかもドライフラワーも飾ってるし、飾ってるし、ドライフラワーでも清潔感出してるし、ね、でもそれってなんか、それって言い方なんです。当たり、え、別に当たり前じゃない、普通じゃないみたいな。ああ、確かに。うんうんうん。で、そこ何を狙ってるかっていうと、うんうん、モテ感なんですよね。はい、モテ感。そう。うん、なるほど。なんかの本で読んだんですけど、うん、恋愛コードだったからって本読んだんですけど、うん、みんなそのイケメンが好きよりも、うん、モテてる人が好きになるっていうのが女性の心情みたいなんですよ。なるほど。イケメンよりも、モテてる男が好き。そうですね、なるほど、はい、じゃあそういう関係になってるってことはイコールモテてるっていう錯覚をするっていうのと、うんうんうん、まあ、ちょっとそういった一面もあるっていうところ、うんうん、でも私って結構そこ真面目に話すんですよね、普通に、うん、当たり前くらいに、うん、でそうすると相手も、あ、これ普通なんだってもありますし、うんうん、女性によっては、あ、そういうのあるよねみたいな、はい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 、っていう2パターンに分かれるんですよね、はいはい、だからどっちに捉えても
悪い方向にはいかない。なるほど。ただ単純にモテ感が演出ができるっていうところですかね。で、そこでよく話すのが、よく相手のマッチングした人の話をするんですけども、うん、よく女性って、まあ、彼氏欲しいってよく聞くんだけど、うん、なかなか難しいよねって作るのって、うんうん。でも、その作るまでの間ってやっぱり寂しさとかないっていう話をすると、うんうんうん、いやーありますよみたいな。うんうん、で、実際マトロマッチングした人ってなんかそういう人が結構いて、うん、まあそういう人の間を埋めるようなところでセックスする関係になったりもしたよなっていう話をしますね。あー、なるほどね。はい。もちろん大人だから、なんかよくね、食事だけでもいいじゃないと思うんですけど、食事だけではなくて、食事が埋められない、そのなんですか、溝を埋めるっていう、はい、ちょっと男性のぬくもりが欲しいっていうところが必ずあると思うので、はいはいはい、そういったところを埋めてるんだよねっていう話をします。ほう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 。そうすると、ただセックスだけじゃなくて、はい、あ、食事にも行くし、はい、精神的なところを埋めてくれるんだみたいな感じの、はい、あれ、この人実はいい人なんじゃないみたいなっていう感じで、モテ感演しつつ、セックスもやる、そういうなんですかね、真面目なところを見せるみたいな。なるほど。テクニシャンですよ。はいはいはい。ここもやっぱ重要なのが、相手にイメージを膨らませてもらうっていうところですよね。あ、そうですね。はい。あ、で、その時に、何々ちゃんも寂しい時ってないって聞くんですよね。これ重要だね。そう、重要です。何々ちゃんも寂しいって時ないって必ず聞くんだって、うんうん。これはもう10人電話したら10人聞きますね。絶対聞きますね。だって。もうこれはもうそれこそ定型文と言っていいぐらい。まあ定型文ですね、確実に。あえて聞くと。うん、そうすると大体何て返ってきますか ?8 割ぐらいの方は、いやー、まあそれはあるよね、みたいな。うんうんうん、で、現にセフレいるっていう子も大体5割ぐらいいますね、やっぱり。はぁー。いや、なんかみんな女で真面目な顔してやってんすよ、やること。そういうこと、はい、そうそうだよね。やることやっぱね、やってますよ、その、そういう関係は。あ、誰しもが、その、一夜の関係とかあるんで。うん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 、で、こういうところを、その、あっさも当たり前のように話したりとか、聞いたりとかってするのが大事ですね。で、ここはやっぱ練習が必要かなと思いますね。なるほど。言い方が。要は、これ今、淡々と先生は話してくれてるけども、これは一番の動画の最初で、うん、練習したってたじゃないですか、ウィズで。そうですね。要は、そうですね。ウィズも同じアプローチの仕方だから、うん、もういろんな、それこそもう可愛くないことも電話をして、話す練習をして、一連の流れができたってことですよね。そうですね。そう、だから最初からうまくいかないから。そう。今は、よどみなく、あじゃない、こうじゃないって、もうこう来たらこう返せるってできるけど、それはもう試合をたくさんこなしたからできるって話ですよね。そうですね。まあ、そういうことですよ。だからもう、とりあえずブスでもいいからマッチして電話しましょうっていうことですね。なるほどね。だってもうタダで練習ができるんで。確かに。どんどんやった方がいいと思いますよね。昔みたいにさ、我々、もう僕44で、今35で、世代的にね、それこそ昔って言ったらもうさ、テレホンカードで公衆電話で電話してた世代だから、うん、若い時って言ったらさ、ようやく携帯が普及したかなぐらいな。うん、ポケベルだったとか、そういうレベルだから、うん、って考えたら今、LINE で無料電話なんて、ありがたい話だよね。そうですね。めちゃくちゃね、考えてみたらね、ほぼ使わない人も多いかもしれないけど、それを使わない手はないと。そうですね。なるほどね、はい。例えばその話の中で、セフレがいるみたいなことも聞いちゃう。あ、ありますよ。一夜の関係とかなかったのとか。あー。だいたい5割ぐらいあるんです、ぶっちゃけ。あー。だいたい5割以上ありますね、うん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 。だからそこでなんか、あ、この人はいけるなと。あー。逆の判断もできますし、はいはい、あと口説き方も変わってくる感じですかね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。うん、一番最初に今の話で言うと、はい、一夜の関係とか私基本的にないんだよねって言われたらどうするの？あ、そうなんだってそういう安心してできる人がいなかったんだねって言います。ああ、その場合は心の中で、はい、あ、この子はワンナイトはいけないんだなって判断するの？いや、そこは今言葉の通りで、うんうん、今までそういう人がいなかったんだねっていうのを私は思いますね。あ、ってことは、はい、今まではそうだけど、僕はそうなるとは限らないって話ですね。あ、そうですね。はい。なるほど、はい。積極的ですね。積極的ですね。積極的ですね。過去はもう関係ないと。そうですね。うん。なるほどね。そうですね。あとは、いいよ。まあ、口説きの中の一つで、うん、まあ、好きなタイプを聞く。あ、はいはいはい。で、そうすると、あと、大体優しい人とか、大体言うんですよ、ほとんど。9割ぐらいの人、優しい人だったりとか、うん、一緒にいて、くつろげる人とか、うん、なんか、で、そんなんね、当たり前じゃないですか、うんうん。だからそこはもう、あ、それ俺だわ、みたいな。ああ、なるほど。あ、じゃあ俺だね、みたいな。あ、なるほどね、うん。はい。好きなタイプを聞いて、こう言われたら、全部、相手が何を言うか、あ、それ俺だわ。あ、じゃあ俺でいいじゃん、みたいな。っていう、冗談交じりですごい言うような感じです。はい、はい、はい。すると相手は、みたいな、いつも。なるなるなる。まあそうかもしれない。で、ちょっと意識しちゃうんですよね。うんうんうん、うん、うん。なるほどね。やっぱりその最初に彼氏、うん、彼女の話を聞いてるんで、うん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 、過去の恋愛観から、そのダメだったところっていうところを、うん、まあお互い、あ、成長足りなかったね、うん。だったらお互い成長できたらいいねとか。うん、うん。かわいいな。うんうんっていうのを聞いて、うん、どんどん相手の懐に入っていくっていう。なるほど、なるほど。ですかね。うんうんうん、
で、例えば彼氏にこういうことされたって言われた時には、ああ、俺はそういうことしないよだったりとか、うんうん、っていう、どんどんですね、そういったところを女を口説くための間に入っていくのをやっていくんですね。で、付き合ったら、あとこうなりたいねとかって話をするんですよ。甘いじゃないけど、本当に。甘いね、会話が。付き合わないんですけど、付き合ったところを想像させるんですよね。うん、一緒にいるときは。うまいね、マジっすか。なんか今もう本当は、ミルキー思い出しちゃったよ、本当に。もうめちゃくちゃ甘いじゃん。甘いっす。本当ここが甘い。甘いね。超甘いっすよ、本当ここは。付き合ったら、お互い成長できる関係って、俺、散々いろんなこと喋ってことで、俺言ったことないよ、そんなこと。それ普通、もう10人電話したら10人に言うの。まあ、この成長的にねっていうところは、まあ10人には言わないですけど、うん、でもなんかやっぱりそういうなんか過去にね、失敗とかあるんで、大体の人は言えるって感じですね。なるほどね。まあある日、誰にでも、ある程度使える、ワードっていうかさ。はい、付き合ってこないたいって話をすることによって、うん、じゃあ付き合ったらどうなの？甘えるタイプなの？っていう話をしてて、うんうん、甘えるの好きなんだよねって言われたら、甘える、甘える子大好きだなみたいな。ああ、甘えられたらどんどん俺も好きになっちゃうなっていうと、あ、そうなんだ、めっちゃ甘えたいみたいな。っていうなるパターンも結構あるんですよね。はい、面白い。ほう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 。そうですね。だからどんどんその、相手の懐に入っていって、嫌なところを解決したりとか、うん、親身な関係になっていって、心を開くっていうところですかね、うん。そういうのをやっていくと。で、最終的に時間かけるんですよ。30分か1時間。そう、電話、そう、電話の時間どれくらいなのっていう聞こうと思ったんです。結構30分から1時間ぐらいですかね。あ、だからやっぱり練習必要ですよ。うん、だって最初から、いや、僕とかは話そうと思ったらいくらでも話せますよ。うん、ね、電話で、うんうん。だけど皆さん見てる人で、初対面で顔も、実際会ったこともないことをいきなり会って、30分話せるかって言ったら、うんうん、いや、俺じゃそんな持たないよっていう人も結構いると思うんですよ。そうですね、はい、だからそこはやっぱ練習っすよ。練習ですね。うん、絶対練習っすよね。うん、だから得意な人は得意だけど、そうですね、僕は、はい。30分から1時間でしょ、はい、それ結構やっぱ熟練じゃないと結構できないから、短くても30分ってこと？そうですね。へぇー。その時に、僕今、カプトを持って皆さんも結構気になったことの一つだとあると思うんだけど、年が上だろうが、まあ上ってことはあんまないけど、下の子じゃないですか、基本的に。うんうん、で、事実上の、まああってはないけど、初の電話で、リアルタイムの声で話すじゃない。うんうん、その時って、敬語なのか、タメ口なのか教えて。ああ、最初は割と敬語ですね。ああ。で、徐々に、そうですね。コミュニケーション取れていったら、うん、あの敬語をなくしていく、減らしていく感じ、うん、そうですね。じゃあ敬語やめようかっていうのもありですし。ああ。最初からタメ口でいかないってこと？そうですね。あ、まあ、相手のなんか結構キャラにもよりますよね。うん、まあもちろんね、はい、キャラによってって感じだね、うん、そこの見極めもやっぱり練習していけば分かる、ね、そうなんだよね、はい、そう、ただ敬語であって決して悪いことはないって話ですよね。そうですね。だから年下だからいて敬語を絶対しないっていうのはダメですね。敬語を逆にした方がいいですね。なるほど、ね、そっちの方が逆に大人の余裕さが出るんで、はあはあはあ、最初から少なくとも自分では敬語で話してもらいたいです。ああ、はいはいはい、そうだよね。大人の余裕という感じ。そうだよね。だって最低ラインが30分だ、電話。うん、上手い人はもっと短いとは思うんですけど、私はもういかにこの口説くっていうところで力を使ってるかって。要は、カイト先生は、このファーストコンタクトの電話で8割決まると思ってるから、うん、ここに本当、さっきも出たけど、鬼滅の刃で言ったら全集中が勝ってるんだよ。そうですね。でしょ？だから、30分だろうが1時間だろうが苦じゃないって話なの。そういうことですよね。そうですね。そう。会ってからその1時間ぐらい口説くのを多分電話でやってるっていう感じだけです、ね。ああ、だからもう、会ってからのことをもう先に、前倒しでやってるっていう話だ。あ、そうです、そうです、そうです。そういうことですよね。はい、そういうことです。だからそれは集中しますよね。だって、うん、実際になってから口説くときみんな集中するじゃないですか、うんうん。それはただ電話で無料でやってるっていうだけだから、そうですね、これそうだよね。普通で考えたらさ、どっかお店行ってさ、口説くって考えたらお金もかかるしさ、そうですっていうのも、もう LINE の無料通話でやってるの。これほどコスパいいことないよ。ほんとコスパいいっすね。頭いいね。いやいやいや。ああ、なるほど。30分から1時間で、だいたい電話するときタイミングって相手のあれにもよるんだけど、もう昼間もあるし夜もある。基本的に夜ですね。あ、夜ね。で、最近だとテレワークが多くて。そっか。私もテレワークなんて、たまにテレワークの時に話しちゃうこともあるんですけど。はい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 。基本的には夜。